皆さんこんにちは。こんにちは。ピアニスト鈴木智子のともチャンネルの時間です。今日はですね、私を講師ともに、支えてくれている人シリーズということで、株式会社オレンジボックスの清田隆弘さんをゲストにお迎えしております。はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。お願いします。取られる側ですごく。そうです。緊張してるんですか。はい。取られる側ということで、まあ、清田さんのお仕事は、はい、後々ちょっと聞いていこうかなと思うんですけど、まず私の最近の報告なんですけど、昨日までここにいました。ここに行ってきました。ちょっとごめんなさいね。あれ、どこだ？あった。これですね。お、なんか、これは、もうこれは本当に、この駅しかないですよね。こんな芸術的な駅、日本で。そう、石川県の、金沢と、小松に行ってきたんですけど、なんで行ってきたかと言いますとですね、私が所属しています、商工会議所青年部の全国大会、石川小松大会というのがありまして、本当たまたまなんですけども、最初からこれ全国大会石川で行われるっていうのは決まっていて、そして元旦に、まあ、震災が起きて、今回は復興大会ということで、もう本当に全国からたくさんの人が集まって、まあ、石川を盛り上げようじゃないかということで、私も金沢小松に、まあ、みんなでたくさんお金を落として参りました。まあ、何で落としたかは、まあ、皆さんのご想像にお任せいたしますが。大人の飲み物です。そういうことですね。はい。まあ、でも本当にすごい印象的だったのが、コンビニにこう寄った時に、他県から来てくださったんですかって店員さんが聞いてくれて、まあ、そうですっていうお話をしたら、わざわざ石川県までありがとうございますって、コンビニの店員さんが言ってくれて、もうすごいなんかあったかいなっていうのを感じました。はい。そんなことで私は今、石川県に行ってきたんですけど、清田さんはですね、田原に住んでいながら、お仕事は全国飛び回っているという、今ちょうど私も議会中でして、豊橋の喫緊の問題ということで、人口流出、そして移住定住がなかなか進まない。ということで、まあ、今日は清田さんにですね、地方に住んでも全国で活躍できるんだよっていうお話を聞こうかなと思っております。はい。テーマをね、うん、昨日だかおとといだったんですけど、なんかすごく深いテーマになってません？まあ深いですね。まあ本当に結構大きい問題なんでね。豊橋も田原もそうだと思うんですけど、はい。はい、そうですね。うんうん、やっぱりその、まあ、まあ移住もそうですし、まあ、やっぱりその若いというか子供たちがね、うんうんうん、やっぱりなかなかやっぱ外に出てってしまって、こう人口もねだんだんと減っていくっていうのはどこのやっぱりこう町も、うん、そうですね、都市もやっぱりね自治体も課題だと思うんですけどね、うん、はい、はい、ということで、じゃあ清田さんはどんなお仕事をしてどうやって全国で活躍しているのかっていうのをちょっと伺っていきます。はい、お願いします。どんなお仕事、はい、まあ、私株式会社オレンジボックスという会社を経営してるんですけども、うん、基本的にとおかしいですよね。映像制作が主な会社になってます。なんで映像制作っていうと、まあ、いろいろとあるんですけども、まあ、プロモーションビデオの制作であるとか、はいはい、コロナ禍になって、うん、そのライブ配信というのがすごくやっぱりメジャーになってきたんですけども、うん、まあ、我々そのコロナ以前から、スポーツの、ライブ配信であったりだとか、そういったことを、まあ、ライブ中継ですよね、うん、はいはい、そういったことを、中心に行っている会社にはなります、うん、はい、これは素敵なお家ですけど、はい、お家県会社、ね、そうですね。1階が、うん、ちょうど事務所になってるんです。これ新築当時の写真なんで、うん、かなり綺麗なんですけど、機材でバッチラ買っててすごくね、ごちゃごちゃしてるんですけども、まあ、こんな感じで、オフィスを、もう5年ぐらい前に、田原の方へ、はいはい、まあ、新宿でちょっと構えさせていただいたということになりますね、はい、はい。具体的にお仕事ってどんな感じで？そうですね、はい、例えば、まあ、こういうプロモーション、うん、企業のプロモーションビデオだとか CM だとかっていうその制作を、うん、も行ってます、この写真でいくと、これは北海道網走での企業の向こうの北海道の企業さんの、プロモーションビデオのロケだとか、これまた別の企業さんなんですけども、まあ、北海道の、まあ、空港関連の業種ですね、そちらの、ロケということで、これは昨年かな、
千歳空港の中で、ロケをさせていただいております。それから、まあ、熊本の阿蘇ということで、これも、まあ、某大手飲料メーカーさんの、ロケなんですけども、まあ、ビールの美味しい飲料メーカーさんですね、そちらの熊本工場の方の、これは企業 PV という、まあ、PV というよりか、ちょっと違う種類なんですけれども、そういった、ロケ、こちらは音声スタッフとして、参加をさせていただいております、はいはい、その他ですね、うん、まあ、過去にこういうこともやってました、うんうん、まあ、テレビ局の報道カメラマン、それからこれも過去のお仕事になるんですけども、 B リーグの、中継カメラマンですね、うんうん、それから、種子島宇宙センターではロケットの打ち上げ、これは2020年かな、これ直接のお仕事ではないんで、うん、あんまりあれなんですけど、H2B ロケット、コウノトリ9号ですね、 H2B ロケットの最後の打ち上げの時の、メインの、リモートカメラマンをさせていただきました。意外にやってるでしょ、仕事。すごいですね、はい、仕事、はい、あんまりちゃんと清田さんのお仕事聞いたことなかったので、ちゃんとやってるんですよ特に種子島の、ね、お仕事に関しては、はいはいはい、やっぱりコロナ禍で他の報道関係も入れなかったということで、公式映像、まあ、NASA にも届いてるんですけども、公式映像としては、まあ、我々の映像が全てだったということで、そのやっぱりカメラマンをさせていただいたっていうのは、やっぱりその、まあ、はい、大げさに言えば世界デビューですよね、はい、そういったことをさせていただいております。 そうですね、それから、はい、まあ、いろいろですね、うん、その他いろいろ、まあ、和歌山県では、関西実業団駅伝ということで、うんうん、これニューイヤーの予選会ですね、はいはい、和歌山県の龍神村という非常に温泉の素晴らしい、うんうん、はいはい、山間地域で中継するんですけども、これもまたこの技術がものすごく必要で、うん、テレビ局でもそこでは中継しないという山奥で電波が届かないので、そういうところで、これは実業団と関西実業団と、あとは NTT 西日本さんのですね、協力で、一緒になってプロジェクトとして駅伝の配信をしたりだとかですね、うんうん、それから、まあ、東京のお茶の水で、毎年セミナーの配信、大規模なセミナー配信させていただいたりだとか、あとはハンドボールの配信ですね、それから下行くと、うん、昨年開催されたラリージャパンの岡崎市の会場の方で、LED ビジョンの方に、映像を中継で送ったりだとか、うんうん、あとはJスポーツさんあたりの、ネット中継映像を提供したりだとか、あとは豊橋でもセミナーとかも配信してますし、うん、千葉幕張メッセの方でもイベント会場のビジョン出したりとか、そういうことを、まあ、行っております。なので、うん、営業範囲としては本当にもう北海道から、うんうん、南まで、はいはい、幅広く、はい、そうですね、はい、なので年間の車の走行距離って結構やっぱり割とそうですよね、すごいですね、うん、ここ1ヶ月でもやっぱ3000キロぐらい走ってるんですごいですね、はい、どうしてもやっぱ機材があるので、うんうん、全国車で、はい、まあ、行くと、まあ、北海道あたりだとちょっとは宅配で送ったりするんですけども、うんうんうん、まあ、そんな感じで全国、はい、普通ラブだというんですかね、すごいですね、はい、お仕事があればどこでも行かせていかないという方、そう、結構豊橋とか田原に住むと、はい、もう仕事にもこう限られて外にあんまり出れないんじゃないかという若い子たちのイメージがどうしてもあるんですけど、うんうん、どうですか、全国どれくらいの地をもう回ってますか。どうですかね、この間計算したら、うんうん、行ったことない県が、でもね、足を踏み入れたことない県がやっぱりまだね、15、でも15県くらいだけなんですね、うん、特にちょっと東北方面がやっぱり少ないので、そちらの方をね、うんうん、どんどん増やしていきたいなと思うんですけども、はい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 、やっぱりこのお仕事をしようと思ったのは、このお仕事が好きだから始めた。ね、そこね、すごい深い話になってくるんですけど、オレンジボックスっていう会社自体はもうこの、21年目に入ってるんですけども、もともとその私は30歳までは、電商菊の農家してました、渥美半島の先端の方で。もう田原は有名ですよね、はい、そうです、はい、そこで電商菊の農家として、ずっと仕事をしてたんですけども、うん、まあちょっとある時きっかけにそのお仕事ができないというか、うん、まあやらないということになったので、うんうん、そこからまあ今の会社を起こしたんですけども、うんうん、その時起こした時にはまだ全然違う仕事だったんですよ、うんうん、成果を花を下ろす仕事をしてたので、はいはい、うん、でそこから
その仕事から、ある時イベント企画の会社に転身して、そこからまたさらに2012年頃だったかな、映像、これからその YouTube が流行ってきて、Facebook とかそういう SNS、皆さんもね、SNS 今当たり前のように使われていると思うんですけども、そういったことが流行ってくるということで、これから動画の時代だということで、映像制作会社に思い切って転身しました。だからその時は知識ゼロです。だから何も映像の勉強したとか、映像の学校行ったとか、そういったこと全くなしで映像店の、会社に転身して、いろいろあだかあだ最初こんなちっちゃいビデオカメラで映像を撮り始めて、いろいろやってたらいつの間にかこんなになっちゃった。すごいですね。まあ、はい、要はどこに住んでても、まあ、自分の発想次第というか。自分の、まあ、これだと思ったことをやれば別に田原だからできないとか豊橋だからできないっていうことはないですか、ね、全くそういうっていうことないじゃないですかね、その映像の仕事っていうここ、まあ、よく皆さんクリエイティブな仕事ってよく言われるんですけども、そういったことがそのじゃあ東京行かなきゃできないのか、名古屋行かなきゃできないのかっていうのとまたちょっと私は違うと思ってるので、やっぱり自分でまずなんていうんですかね、その仕事を好きな仕事をやっぱり見つけて、そこにやっぱり一生懸命やっていくことで、その中でやっぱりこのいろんな人とのやっぱつながりができてくる、そうするとそのつながりがまたこういろんなところにこう広がってくるので、そうするとやっぱり自然となんていうんですかね、仕事も大きくなっていくというか、そうです。なので住むところは関係ない、住むところは関係ない、今の時代だと特にやっぱりインターネットがあれば、どこでもやっぱり仕事できますし、その逆にできない理由ってどっかにあるのかなっていうふうには思うんですけど、そうですね、もう本当に多分清田さんの時代がここあったか分かんないですけど、今豊橋市ではスタートアップするっていう若者とか、まあ女性とか何歳でもいいんですけど、スタートアップする方へ支援をしていこうという動きがあるので、さっきのお話があった清田さんみたいにやりたいと思った時に少しやりやすい体制になってんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、どうですか清田さんの時はスタートアップ支援ってありましたか？いやいや、やっぱりそういうこと全くなくて、その企業をするっていうことに関してもやっぱりちょっとハードルは高かったな気がするんですけどね、でもまあ自分の性格上、思いついたら とにかくやってみるっていうことが大事なので、やってみて、ダメだったら何かその時に考えればいいやっていう、性格なので、そうやってこう会社を起こしてきたんですけども、今やっぱり豊橋もそうですけど、全国的に見てそのスタートアップっていうのその支援ってものすごくやっぱ手厚くなってきてるじゃないですか。そうですよね。なんでそのいろんなことにやっぱりチャレンジしやすいその土壌っていうかそのベースはやっぱりできてると思うんですよね。で今中学校とかでも私もたまに行くんですけど、地元の中学校とかに実際に職業を持ってる方がお話しに行って、いろんなことをこう伝えてくれる、そういったこともやっぱ昔なかったですし、働く仕事をする、まあ、企業も含めてやっぱり仕事をするっていうことに関して、今の子供とか若い人たちっていうのは、そういうことも含めてすごくなんていうんですかね、考える機会がやっぱり増えたのかなっていうふうには思いますけど、そうですね。なので本当にスタートアップも支援しっかり今は体制を豊橋市も整えていますので、まあそういうことも利用しながらということで、まあ最後にですけど、清田さんから若者へ向けてメッセージを、話がまとまってるのかよくわかんないんですけど、やっぱ20代30代の、人口流出っていうことが一番問題だと思うんですね、どこも。そういった世代、もっと、まあ、もちろん若い世代にも向けてメッセージをお願いします。そうですね。まあ、人口流出ってまあ問題になってきてると思うんですけど、やっぱりその住み慣れた自分が生まれた町で仕事をやっぱり続けていける、生まれたところでやっぱり仕事をして、その人生の最後までやっぱりそこでいられるっていうことがやっぱり自分としては一番やっぱりまあ幸せなことだとは思うんですよね。なのでそのなんていうんですかね、いろんな皆さんその仕事のあり方ってあると思うんですけども、なんかどっかでこう皆さんこう田舎地方だからできないよとか、なんかこうなんていうんですか、否定から入る人も
多いような気もするので、うん、まずそういうところを取り払って、うん、とにかくなんていうんですかね、もうチャレンジすることから始めて、はい、見ていただいて、さっき、うん、おっしゃっていただいたように、そのスタートアップっていうその、うんうん、部分もやっぱり非常にこう手厚くなってきてるので、はい、うん、まずそのいろんな会社に勤めていろんな働き方あると思うんですけども、うん、そういったそのスタートアップ、自分で何かをやってみるってことで、この街で何ができるかっていうことも考えてみるのも、やっぱり一つのその選択肢としては非常にいいんじゃないかなというふうに思いますけど、ね、はい、まとまってますか、はい、これ、はい、大丈夫です、もう十分、はい、打ち合わせなしで来てるんで、そうですね、まあ大体この番組打ち合わせなしでお願いしますって感じなので、本当に若い子たちに ね、メッセージを届けていただけたと思います。その今、正直な話、そのインターネットさえあればどこでも仕事ができるっていう時代にはなってると思うんですよね。その例えば今企業のお話しました、うん、企業のね、企業のお話しましたけど、うんうん、会社さんによっては、企業さんによっては、やっぱり東京の会社に就職して、うんうん、こちらでリモートで仕事をするっていう、うん、はい、選択ができる会社もあるので、うんうんうん、はい、そういったところを全部含めてみて、広い視野で見てみて、まあ、自分の住んだ町で仕事をするっていうことのやっぱこう選択っていうのを一人でも多くの方がしてくれることで、はい、やっぱり人口の減少も、そうですね、いますよね、はい、はい、ありがとうございます、はい、まあ、本当にそういった方がね増えてくれることを、私も一市議会議員として、豊橋市を選んでもらえるように、その豊橋で生まれた子たちが豊橋でまた仕事をして、で最後も豊橋で過ごしたいなって思ってもらえるような町になるように頑張っていきます。そうですね、豊橋ですもんね、はい、はい、豊橋です。私田原ですから、ね、そう、田原も豊橋もね一緒なので、やっぱ自分が生まれたところ で、ね、はい、また自分も年取っていきたいって思ってもらえるような、そうですね、はい、町に、東三河ね、はい、このエリア一帯はすごくやっぱり住みやすくていいところ、そうですね、うん、はい、東京もね、うん、いいとこですけど、うんうんうん、私たまに行けばいいかな、そう、そうですね、はい、思ってるので、はい、ぜひ皆さんの住み慣れた町で仕事をする、はい、ということをね、はい、選んでいただければなというふうには思います、うん、そうですね、はい、今日は本当に深いお話を、こんなに清田さんが全国でこんなにしっかりと仕事をしてるとは正直思わなくて、一応ちゃんとやってますけど、はい、そうですね、はい、やってますけど、はい、うんうん、はい、ね、はい、まあ、本当に講師ともに支えていただいているので、結構プライベートな部分もお互い知ってるので、今日本当にこんなにしっかり初めて仕事の話が聞けて、ね、はい、私も良かったです。映像部門で、はい、映像関係で何かねお仕事をやりたいって、うんうん、やってみたいんだけどってね、うん、どうしたらいいですかっていうふうな、ね、うん、ことがあれば、はい、そうですね、まあ、私の方まで質問いただいても全然それ、うん、そうですね、はい、はい、ということで皆さんにきっとメッセージが伝わったと思います。はい、今日は株式会社オレンジボックスの清田貴弘さんをゲストにお迎えしてお届けしてまいりました。これからもですね、ともチャンネルは日曜日の午後にお届けします。ではまた皆さん次お会いできるのを楽しみにしております。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。